皆さんこんにちは、森崎アリスです。と今週の1週間まるまる生活は豆乳ダイエットです。はい、まあ、さすがにね、豆乳朝昼晩豆乳だけ飲むっていうのは厳しいので、普通に豆乳ダイエットって調べて、ご飯の前に豆乳 200ml を1本飲むダイエットをしたいと思います。イソフラボンとかをね摂取して、っていうのは、まあ、私今週来週ちょっと生理になりそうなので、生理前にもできるダイエットとして豆乳を選びました。はい、ということで1週間豆乳生活スタートいたします。ありがとうございます。今日は、はい、コーヒーの豆乳を飲みたいと思います。うまい。おはようございます。はい、今下ちょっと裸なのでやばいなと思って、今ちょっとアップで映しちゃってるんですけれども、はい、とりあえず今日も豆乳飲みます。うん、うまし。はい、お風呂入ってきます。はい、おはようございます、森有です。今日も豆乳飲んで、はい、豆乳飲んでます。あ、豆乳もともと好きなので美味しい。でもちょっと本当生理今週来週どっちかなると思うから、本当にムクムク、毎回この顔する気がする、ね、見て、プリン味の豆乳があったんで、はい、買ってきました。んも、はい、こんばんは、森有です。今日は6日目で、今日もお飯飲んでおります。これは1日に1本ということなので、無調整とか飲んだ方がいいんですけどね、私持ち歩いてるのでこれを、はい、飲んでます。ご飯は、はい、サラダチキンです。はい、サラダチキンを焼いて食べたいと思います。最近ちょっとねヘルシーになってきてます。最初の方がちょっとパスタとか食べちゃってたので、でもちょっと生理のむくみとかもあって、多分生理来ないから余計にむくんでるので、体重はねむしろちょっと2キロぐらい増えてる気がします。はい、今日も水着で測ります。最終日です。本当に生理になっちゃったので絶対太ってると思うんですけど、はい、79.2 です。増えちゃった。はい、ということで豆乳ダイエットは生理前にやって、生理中にもおすすめなので、皆さんよかったらやってみてください。生理後のダイエットが楽しみです。それでは森有でした。